皆さんこんにちは。レアルステイト京塚店の北村です。梅雨に入りジメジメした季節になってきました。今年はマスクが必須ということで、マスクによる肌荒れをされている方もいらっしゃるかと思います。そこで本日はマスクによる肌荒れ対策についてお話をさせていただきます。今日もよろしくお願いします。種類のマスクが登場していると思います。それぞれのマスクの種類によってどのくらいジメジメ感やお化粧のよれ具合が違うのか、私が実際にそれぞれの種類のマスクを1日つけてみて感じたことを独断と偏見で比較してお伝えさせていただきます。まず一般的なこういう不織布のマスクからなんですけれども、1日つけてみた感想としてはすごく通気性が気になるなっていうところは感じました。1日つけているとマスクをつけている部分のジメジメ感がすごく気になって、このジメジメから雑菌が繁殖して肌荒れしてしまうっていう方もいらっしゃると思います。あとはここですね、このワイヤーの部分が摩擦が感じやすいっていうのと、同じくワイヤーの部分がファンデーションが落ちやすい、メイクがよれやすいのが気になりました。続いてはこちらの布マスクを1日つけてみた感想なんですけれども、布マスクは不織布のマスクと比べるとすごく通気性がいいなっていうのと、つけ心地がいい、あとは摩擦を感じにくいっていう点がすごくいいと思いました。ただメイクが結構よれやすかったり、この布のところにファンデーションがつきやすかったりだとか、お話をしている時に少しずつマスクがずれてしまう、あとは汗をかいた時に布が濡れてしまってベタつきが気になるのがちょっと難点かなというふうに感じました。3つ目はこちらのピタというこういう伸びる素材でできたマスクなんですけれども、こちらの商品はすごく通気性が良くって摩擦を感じづらいなっていうふうに思いました。ただ、メイクは若干ファンデーションはつくなっていうのと、あと色によってはちょっと普段使いしづらいかなっていうふうに思いました。個人的にお気に入りでつけやすいっていうのと、あと耳が痛くなりにくいっていうのもすごくいいなっていうふうに感じました。私はこれグレーなんですけれども、他にもホワイトもあるみたいなので普段使いもしやすいかなというふうに思います。マスクによる肌荒れ対策、1つ目はマスクと地肌の間にガーゼやコットンを挟んであげることです。マスクによる摩擦で肌荒れされている方も多いかと思います。そこで地肌とマスクの間にガーゼを挟んであげることで摩擦を軽減してマスクによるかぶれなどを防ぐことができます。マスクによる肌荒れ対策その2は保湿ケアをしっかりしてあげることです。マスクをしているとジメジメして一見保湿されたように感じるんですけれども、マスクを外した瞬間お肌の水分が一気に蒸発するので、お肌は乾燥に傾いてしまいます。お肌が乾燥するとお肌のバリア機能が低下してしまって雑菌が入りやすくなったり、お肌がザラつきやすくなったりします。マスクを外すと突っ張りやヒリヒリ感を感じるのはお肌の水分が一気に蒸発してしまうためです。なので毎日の洗顔であったりとか、あとはホームケアですね、しっかりと保湿対策をしてマスクによる肌荒れに備えましょう。マスクによる肌荒れ対策その3は自分のお顔のサイズに合ったマスクを選ぶことです。自分のお顔のサイズよりも小さいマスクを選んでしまうと肌が擦れてお肌のトラブルの原因になってしまいます。マスクは自分の鼻から顎までがしっかり隠れるサイズのものをおすすめします。そしてこの紐を耳にかけた時に長時
段つけていても痛くならないものがおすすめです。ということで本日はマスクと肌荒れ対策についてお話をさせていただいたんですけれども、どのマスクが一番いいというのは一概には言えません。自分に合ったマスクを選んでいただくのがいいかなと思います。これからどんどん暑くなってきてマスクをするのも息苦しかったり辛いと感じてしまうかもしれないんですけれども、今この事態をみんなで乗り切ってまたいつもの日常に戻れるように頑張りましょう。リアルステートチャンネルでは皆様のお役に立てるような情報を毎日発信しています。この動画が少しでもお役に立てましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。